大丈夫なんですかね。大丈夫ですかね。大丈夫かな。お客さんまで言うけど大丈夫。今日は本当に忙しい感じなんですか。そう、この間前回この間の時よりはまだええかもしれんけど、みんなが YouTube のとか載っとったり、みんなより裏メニューってのがあって、今日はねちょっとまた食べたいなと思って来たんですよね。で、今日は特別にまだ前回も出演してもらった、とりあえずエンスさんのオーナーの前回ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。ちょっといろいろと今日は、段取りしてもらって、案内してくれる、はいよ、いうことなんですけど、なんでも裏メニュー、裏メニューは常連さんしかわからない裏メニューがあるんで月水金だけあるんで、ぜひそれも本当ですか。ちょっとそれを聞いてこれは行かないといけないと、思って、今日ね雨の中台風来る前のこの岡山にちょっと雨降り出して、はい、早速ちょっと今日は、はい、よろしくお願いします。はい、はい、看板がないお好み屋やっちゃんです。はい、美味しいね、安くて。じゃあ今日はこれ大丈夫かな。お客さんまだいるけど大丈夫。すいません、今日はお願いします。すいません。裏メニューってのがあって、お好み焼き屋なのにラーメンがあって、美味しさが美味しい。ラーメンが売り切れて5食、あ、それは絶対無理です。だってもうお昼もう1時過ぎて、ね、残念。確実にやるの。今日は本当に忙しい感じなんですか。そう、この間前回来られた時よりはまだええかもしれんけど、そういう多かったですね。多分それぐらいでしたね。水曜日だったな、確か。いやー、そんだけお客さんが来ると、すごいな、ネギの量が。みんなが YouTube のとか載っとったり、みんなに言われてる、みんなに言ってたんだけど。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。前来た時がモダン焼きと、なんか、そうですね、持って帰りました。そば飯で、そば飯食べるけな、はい、肉イカでお願いします。はい、44年目なんですか。44年目です。長い。私が27歳の時だから、ね、若い時だよね。ここに来るさ、本当に常連というか、もう常連さんが多いし、まあ、で中学の時もよう京都来れた人が、はい、これやっちゃないかな、あるかなって言ったら、喜んでな、まだ来てたんじゃない言うて、ポップとかみんな持ってくる。ああ、そうか、見てどうかいい。なるほど。プレゼンス。また行きます。ありがとうな。おとなんかすみませんね。しっかり。今度はあそこ、ちょっと封じ上げて切ったみたいな。ちょっとホテル座った方がいいとかね。あの、あ、すいません。すいません、ありがとうございます。
卵くんは一人のお菓子を入れるのかな。やってください。ここに入れる。こちらへ両方へ、うん、これでも一人前なんですよね。これそうですね。これが普通の量ですね。これ大の人もいるんですよ。大ご飯です。一味とかどうします？辛いやつ。あ、じゃあお願いします。いただきます。はい、いえいえ、大丈夫。やっとありつきましたね。いきます。
芋にこんにゃくに厚揚げ入れてんじゃん、あんた入れないね。スイカ、卵、スイカ、卵だろ、はい、でこんにゃく、じゃがいも、ひらてん、ごぼうてん、ちくわ、筋と卵に、うん、はい、はい、いただきます、うん、あ、美味しい、うん、あたくなかった、ね、すっきり食べれますね、うん、こんにゃくでいいと思うよ、こんにゃくでいいかな、いただきます、うん、からしの代わりに味噌が、味噌、酢味噌、酢味噌、もう自家製の味噌と、もう裏メニュー完全に、うん、でこの入れ物持ってきてな、おでん買ってこの入れ物持ってくると思うんですか、いただきます、うん、うん、またちょっと違うじゃろ、なんかね、甘くて味全然、いただきます、はい、酢味噌あえ、あ、うまいな、美味しいだろ、うん、待たないといけない感じだったんですけど、なんか待たなくてもいい時間帯っていうのは1時過ぎてからもうスーッともう注文したらすぐ食べれる、だからお初の人は、まあ、1時とか2時とか3時とかそれぐらいかな来たら、もう少し間に合うんだけどね、ここで忙しいのは5時前ぐらいからちょっと忙しいんだけど、もう3時やる4時やるのに1人もおらんけね、うん、はい、ちなみにここお店何時ぐらいまでやられてるんですか、5時半あ、5時半5時半になったらもう鉄板さん、うん、だけど持って帰りたいないう人はもう持って帰る人はもう5時25分でも焼いてあげる、あ、焼いてあげる、この代わりもちゃんと包んで持って帰るんです、あ、うん、朝はもうな、もうどっちかがおるから、私が買い出しに出るから、はい、この人がおるからもう9時半でも10時でもな、小泉さん、うん、大丈夫、はい、大丈夫、せや、そうとったら、じゃあ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、また、ありがとうございました、はい、よいしょ、昨日もお仕事あったんですか、昨日も、あ、すみません、わざわざお忙しい中、いえいえ、またお店、あ、あそこもあるし、え、あ、ありますね、ちょっとまた後日お願いします。はい、わかりました。お店の方の住所も載せときますので。了解です。はい、すみません、また。はい、すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。